はいえー、早速ではございますが、高田本部長より。はいえー、とめっちゃ今、興奮してて、エキサイトして、もう一回、もう一回、あのクソ野郎とぶつかって、もう叩き潰せるって思うと、もう興奮します、前回、やるい形になったけど、まあ、期間も短,短かったし、今、本当に充実した準備ができてるんで、もう早く、もうあいつぶっ倒して、早くもうトップの世界に行きたいですね、総合でも。 で今回、モチベーションはもう再戦というのもあるし、まあ、MMA ファイターにいろいろひどいこともいろんなことを言われたりしてなんかそうやって批判を受ける中で今までの自分のなんか持ってたドロドロとした汚い部分がもう1回湧き出てきたのでもうみんなにもう見してやりたいですねもうお前らじゃこの世界を引っ張っていくことはで,で,できないしもう俺みたいな選手がいないと もう滑れてしまうと思うんで、やっぱり俺が勝ってこのど真ん中に立ちたいですね。あとは僕の感情としてあのクソ野郎をもうもう,もうひねりつぶしてやりたいです。す。ありがとうございます。木村選手の活躍に期待しましょう。えー、それではクロングレイシー選手の対戦が決まりました。川尻選手一言お願いいたします。はい、えー。すいませんちょっと。 茨城との時差の関係で遅刻してしまったんですけどえーすいません、あのーそうですね、格闘家人生最終章、一発目がクロン・グレイシーってことでまあ最高の舞台を用意してもらったんであとは俺次第だと思ってます。まああ相手は MMA 戦目なんですけど、あのー 宮本武蔵の言葉に先日の稽古を持って当し満日の稽古を持って連とするっていう言葉ありますけど、まあ、クロンは生まれながらにグレイシー生まれながらにファイターだと思ってます彼は、えーまあ、28歳多分満日を過ぎたところですかね1万日は格闘家グレイシーでいたと思います 僕はまだ 20, 20歳で始めて18年、えー、計算したら6500日ぐらいでしたねまだ満日に達していないのであのファイターとしては MMA ファイターとしては僕の方がキャリア長いですけどファイターとしては彼のほうがだいぶ大きなキャリアを持っているので敬意を表して 全力で叩き切りたいと思います。えー、そして最先端のグレイシーであるクロン・グレイシーを倒して、シン・グレイシーハンターを名乗りたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとう。ファンの反響はみんな楽しみにしててくれてるし、 まあ結構、ツイッターでもめちゃくちゃ反響あるんで、1、つかみは OK かな、ホップ、ステップ、試合で思いっきりジャンプして、一発目、こけないように、だだ滑りにならないようにしっかりジャンプして、雷陣とともに大きくジャンプしたいと思います。それとともう一つえーと まあリングっていうこともありますし、まあ、ライジンっていう舞台っていうこともありますけども、はい、ファイトスタイルに関しては何か変化っていうのはありそうですか、はい、そううでですすかね、僕は、まあ、リングとオクタゴン両方金網を経験してみて、えー、いわゆる組んで勝負したいグラップラータイプにはリングが向いてるし。えー 倒れないでスタンドで戦いたいいわゆるストライカータイプには広くて角がないオクタゴンが向いてるかなって思いましたまあ僕はそういう意味でどっちかっていうと組む選手なんでまあリングが向いてると思うし長年リングでやってきたんでその辺はもう関係なくただまあ時間もあるしあの10分という時間もあるし えまあサッカーボールキック踏みつけありなんで、まあ、その辺は僕が大好きなルールなんでより激しい試合になると思うし、まあ、USC は正直勝,勝つだけで周りから喜ばれたと思うんですけど。 日本ではそうはいかないんで試合内容ももちろん問われるのは分かってるんでそれも含めて全力で思い切り高くジャンプしたいと思います僕都合のいいことにあんま覚えてないんで <laughs> もう多分分かんないです興奮したんですかねなんかベネツ選手からなんかバンダレーの指示がとか言ってたんですけど実際バンダレーとあんまり話してなくて じゃ,あじゃあ行こうか頑張れよぐらいだったのでもうなんか興奮して多分行っちゃったぶんそれこそ川添選手の言ったもうジャンプをその場でやろうと思ったのでうまくいかなかったんですけどしっかり次は内容で思いっきり跳ねたいです。あの試合を見せられてあの結果を見せられてさ大体通常の選手だったらもう次はもうええわと思うわけや。 だけどあの試合を見た瞬間にもう一回見たいって思わせるあのエジカラっていうのは当然、相手のねベネット選手の,あのポテンシャルもあるしでやっぱりフィリップのさ今まで k 1でやってきたその実績残してきたものもそうだしあれがあそこに出てなかったわけだからこれがだから出たらっていうだからそういう,こう想像をかきたてるだからあそこで誰も失望させなかったっていうのは なんか二人のキャラクターというかね、即席もそうだし、だ不思議な作品だったね。よし、もう一回見れるっていうね。ただ、そのもう一回見れるのが半年先か、1年先かじゃなくて、このタイミングで見れるっていうのは、我々は幸せですよ。で、あの熱い空気をそのまんま、その、引きずったまんまで、あいつに返してくれると、フィリップ、おいしいね。 うん、いや、本当にもうその通りだと思います、僕もこうやってすぐ再戦組まれたっていうのは、僕の気持ちもハートも熱いうちに組んでいただいたんで、それ、感謝してます、だからこそ試合は前回以上に、もう熱くなる激闘をしたいですね、もう期待してください。 あの川尻選手に質問ですけど、まあ、クロンの寝技というのに、まあ、どう対処するかというのが最大のポイントかなと思うんですが、はい、対処のできる手応えですとか彼の寝技をどういうふうに分析しししていいらっしゃいますでしょうか、えー。僕も今までのキャリアの中で寝技がものすごい強い選手ともやってきているので一つ言えるのは。あのー 寝技になったら諦めます寝は今更クローンの対策で寝技をしのぐ練習をやってもしのいだって勝てないんで僕はクローンの得意な寝技に持ち込まれたら試合を諦めますただ絶対に負けたくないので彼の得意な寝技には絶対に持ち込ませません 自分の得意な形にして、彼を KO します。それが、僕の対策ですでは。えっと、川尻選手からで大丈夫ですかはい。はい、あの、アドバイスっていうか、まあ、以前は、ジンファイターの木村選手と、まあ、USC の僕だったんですけど、今お互い、ジンのファイターで、同じ階級なんで、立場はもう変わって、 ライバルだと思ってるんで、あの、彼にも負けたくないし、ただ、彼のパンチは本当に痛くて、もう正直、練習やるのは怖かったです。そのぐらい一発の威力があるんで、ぜひ今回、その、パンチを、あの、ベネット、クレイジーホースに当てて、 あのぐちゃぐちゃ言ってんのを黙らせてほしいと思います。ありがとうございます。木村選手いかがでしょうか？すごく光栄です。僕中学校高校、そして今もずっと川尻選手の試合を見てきたので、そんそういう憧れの選手と一緒に練習できた時はもちろん嬉しさもあったんですけど、もうこここまでやって、もうあの川尻選手があるんだって。思うぐらい。すごい。ストイックで,でスパーリングなのもやらさせていただいて、すごい強さを体感して。 もう体で感じたのですごいいい経験ができました、今、その選手にこうやってもうこれからはライバルと言っていただいてすごい光栄ですしそれと同時にすごく、まあ、自分が早くここのステージまでここのレベルまでもう頑張って一生懸命努力していかないといけないなとは思ってます,でです、ねまあ、川尻選手をずっと見てきて、まあ、夢のようなことですけどいつか対戦できたら本当心から嬉しいです。オス ありがとうございます他にご質問よろししいでしょうか。すみません、ちょっと補足なんですけど、梶井選手、シングレイシーハンターのシーンはどの字がいいですか、新しい <laughs> あと、カタカナっていうのも最近あると思うんですけど、どれが、いどれがいいでしょうか、<laughs> 皆様のそれぞれにお任せし,します。カタカタナもあるんですか。シン キシンゴジラどれが一番かっこいいでしょうかあのツイッターでじゃアンケートカタカナでいそ、ね、はいシンの問われると思うんでじゃ願いします結構かす 川尻君のコメントって深いのよね、うん、意外と考えさせない。と <laughs> ってことは深いもいいんじゃないでああすごいさあ芯芯でさっきの,あの寝技になったら諦めるってあの辺もなんかちょっとそのまま額面上に受け取れないなとかさ考えさせないんじゃないこの負けずだけがさやっぱりあの前回の,あの記者会見の時もいいコメントしたけどやっぱり深みがあるんだよねだから カタ,タカナもいいけど、で真実の真もいいし新しいもいいんだけど深いのもいいよね。なんで笑うんだよ。<laughs> じゃあどれどれかで試合後に決めます。<laughs> はいでは <laughs> 試合後に決めるということで、はいありがとうございます。えっとそうしましたら他にご質問大丈夫でしょうか。 それでは、以上で質疑応答を終了させていただきます。最後に写真撮影を行いますので、しばらくお待ちください。